銃を持ったテロリストが国会内に侵入した想定で、警視庁と国会の合同対策訓練が初めて行われました。国会が極めて異例となる警察を敷地内に入れての共同訓練に踏み切った背景には、国際的に高まるテロの脅威があります。今日の訓練は、テロリスト3人が国会内に侵入し、衆議院内で発砲した後、立てこもった想定で行われました。衆参両院の警務部と警視庁、およそ400人が訓練に参加し、爆発物処理班なども投入される大掛かりなものとなりました。国会では通常、外部からの干渉を受けないよう、内部の警備は国会職員の衛視が行っていて、警察が国会内に入るのは異例のことになりますが、海外で議会を狙ったテロが起きていることも踏まえて、今回初めて共同で訓練を行いました。